店構えに、大きな本が目印の、名古屋市西区の書店。六十年近く、この場所で、地元の本屋さんとして、愛されてきました。<laughs> こちらには、よく来られるんですか。かもうね、五十年来なんですよ。半<や><で>世紀来てるんですか。だから今、今還暦になったんですけど、十、はい、歳の時からね、来てます。 ここの本屋、もうなくなったら、どうしようかと思ってぐらい、ないと困る場所ですよね。50年通い続ける男性に。私たちはと大きな本屋さんは、ちょっとなかなかね。うん、探すのに大変。広すぎて。うん。<ー>うん、散歩ついでに、毎日やってくる女性。何か面白い本はないか、ふらっと立ち寄って、いろいろ探すにもちょうど良い広さです。 すごい今日暑いです昨日涼しかったのにね服部純子さん76歳長年一緒に店を守ってきた夫は9年前に亡くなり今は一人で店を切り盛りしていますありがとうありがとう もう九年だからもうだ、もう本当にここら辺でくたびれちゃって、もうあれしようかなと思うくらいに、でもみんなが、近所の方が、やめたらいかんよ、やめたらいかんよって言ってくださるから、本当にあ,のありがたいことなんですけど、娘は一人いるんですけど、東京にいいいるんんでですすよ、うん、娘さんはががなな長年、ここに本を卸している、取り次ぎ業者の横井さんも。 町の書店が置かれている厳しい環境についてこう話します。やっぱり書店の数が年々あの減っておりますし、まああの紙の本の売り上げ自体も、えー、すごく減少している、まあ社用産業になりつつあるんですが、大型書店への集約化やアマゾンなどのネット通販の拡大で書店は年々数が減り。 この20年でほぼ半減、1万1千点にまで落ち込んでいます。そんな中、一つのテーマに絞ることで生き残りを図る書店が、名駅のほど近く名古屋市中村区にやってきました。実はこちらにですね、ある特色を生かした本屋さんがあるということなんですね。出迎えてくれたのは店長の堀江さん。はい、ありがとうございます。 店の T シャツです去年12月にこの店をオープンさせました名古屋駅近くで名古屋の本だけを扱う本屋をやってみたいなと思って始めました、はい、実は置いているおよそ700冊べてが名古屋関連本というのが店の売りですこちらは名古屋暮らしというカテゴリー分けておりまして、はい 名古屋で生まれたり暮らしたことのある著者さんの本を集めた棚になります。著者が名古屋にゆかりがある本を集めたゾーンだと言いますが、そうですね、藤井さんは愛知県瀬戸ですもんね。瀬戸ですね。瀬戸ですよね。はい、これはオッケー、セーフ。セーフです。セーフ。はい。はい、ピンポイントで名古屋だけでやっちゃうと、はい、あの。 だいぶ減っちゃうんですね愛知県の人なんだ、名古屋市の人なんだっていうと、はい、皆さんのいわゆる食いつきもいいんですか。えそうですね、この人も名古屋なんだ、この人も愛知なんだっていうことで、あのびっくりされる方の方が多かったりしますねまた、一見、名古屋とどう関係があるのかわからないような本も。こちら、山村浩二さんが。 絵を描かれている方がそうか作者じゃなくてそうなんです絵を描いている人が愛知県生まれはい絵本の挿絵を描いた作家や物語に出てくる舞台などが名古屋に関係あるのです愛知であれば名古屋関連本に含めてしまうアバウトさもありますがどこにそれが出てくるのかを探す楽しさもありますその他 大須など名古屋を舞台にしたお話の本を集めた名古屋話というコーナーや米田コーヒーやドラゴンズなど名古屋にまつわるネタを集めたコーナーも名古屋駅近くとあってターゲットは観光客ですが地元の人にもぜひ足を運んでほしいと話します 名古屋の人にもあの見て欲しかったんです。あのこういう作家さんがいらっしゃるとか、こういうネタがあるとか、こういう食べ物があるとか。ここでは古書、古本のコーナーもありますが、そこで一番売れていたのは CBC にゆかりのある本でした。元 CBC アナウンサーの赤嶋浩二さんのん私これあの。 アナウンス部にあったんんで読んだことありますすよああ本当ですか、はい、これは名古屋ブックセンターの故障部門で一番売れてる本ですこの「名古屋味どころ」は店頭に並んで半年足らずでおよそ20冊が売れました売り上げは徐々に伸びてきていますが書店経営で生計を立てていくには大型店舗でないと難しいと感じています 本自体の利益率というのがすごく低いというか薄いんですねなので1000円の本が売れたとして220円ぐらい本屋で暮らしていこうと思ってかななの数を売らいいいといけないそれでも町の書店を守りたいという思いからビルのオーナー業やデザイン会社など本以外の収入源を確保しています。 愛知、名古屋で苦しくなったら、はい、はい、どうですか、もう東海3県に広げたら、はい、それはしないですね、薄れちゃうとコンセプトが、はい、あの店の根幹が揺らいでしまいますので、だめルートをッっュぐらいになってしまうので、そうならないように、こだわりは強く持った上でいきたいなと思います名古屋市西区で、60年近く書店を営む服部さんも。 業界の厳しさを肌で感じています。あっという間に世の中が変わっちゃって。で、もううちなんか小さい本屋さんになっちゃった。ね、あのあれになって大きい本屋さんばっかりになっちゃったもんですから。ご自身はこの業界のことをどんなふうにご覧になってるんですか。やっぱりすごく悪くなったと思いますよ。衰退したと思いますよ。うん、後継ぎはいないため、服部さんの代で店を閉める方に。 はい、それでも地元の人に支えられていると実感していますみんなね、あの若い子も来てくれるんですけどどの商品が、まあ、コミック売れてるよでこれたくさん入れた方がいいよとか。<laughs> みんな教えてくれるんです <laughs> お店の一番目立つ場所には店によく来る地元の若者や子供がおすすめの漫画がずらりコミュニティのつながりこそ街 <laughs> の本屋さんの強みです <laughs> ありがとうございました 縁があってここで来させてもらって皆さんに可愛がられてここまでやってくれたっていうのともう偉いからやめる言うとみんなが「やめたらダメだよ」って言ってそうやって言ってくださるもんだからもうすごい揺れ動いてます。